他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、と言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であった、と言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかし、イエスの知人たちや、ガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆、離れたところに立ち、これらのことを見ていた。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で、善良で正しい人であった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだ。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。
そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じない者にではなく、信じる者になりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。